1969年のジャイアンツ投手陣。高橋和美、22勝5敗、防御率 2.21。 堀内恒雄、14勝13敗、防御率 3.11。 渡辺秀武、10勝8敗、防御率 3.36。 城之内邦男、4勝5敗、防御率 4.13。 高橋彰、10勝5敗、防御率 3.54。金田正一、5勝4敗、防御率 4.25。 金田は10月10日、前人未到の400勝を達成。この年をもって現役を引退しました。この年のジャイアンツは71勝51敗6分けでリーグ優勝、日本シリーズでは阪急を4勝2敗で下し V5 を達成しました。